マリー・カロリーヌ・ドブルボンは、両シチリア王女にして、フランスの王位継承者ベリー公、シャルル・フェルディナンの日、パルマ公カルロ三世のヒルイーズとシャンボール博、アンディダルトアの母、1798年11月5日に、シチリア島のパレルモで生まれた。父は、後の両シチリア国王フランチェスコ一世、母は神聖ローマ皇帝レオポルト二世の娘マリーア、クレメンティーナである。 マリー・カロリーヌが生まれた頃、ナポリ・シチリア王国のプルボン家は、ナポレオン・ボナパルトのイタリア遠征による南イタリア侵略によって、宮廷をナポリからパレルモに移していた。フッコブルボン朝のフランス国王ルイ18世には、子供がおらず、オーテアルトア伯爵の長男であるアングレーム公夫妻にも子供はいなかった。ジナンベリー公シャルル・フェルディナンは、 イギリス亡命中の1806年に、イギリス人女性エイミー・ブラウンと結婚し、すでに二人の女児がいたが、この結婚は、既選結婚であり、国王類18世にも教会にも認められていなかった。四次を必要としたフランス王室は、オーストリア皇帝フランツ一世の名でありブルボン家の、血も引く、当時17歳のマリー・カロリーヌを、ベリー公の正式な妻として迎えた。 1816年6月17日、二人はノートルダム大聖堂で結婚し、エリゼグルで生活した。結婚後も愛人と別れないベリーコートは口論を繰り返したが、マリーは1818 18年7月13日に女児を出産、しかし翌日に亡くなった。だが、再びすぐに妊娠し、1819年9月21日、長女ルイーズを出産した。 1820年2月13日、オペラ座からの帰路、ベリー校は、狂心的なボナッパルト派のバグや、ルイピエール・ルベルに刺された。この時、マリー・カロリーヌは身ごもっていたが、ベリー校夫妻は、この事実を伏せていた。瀕死のベリー校が取り乱す妻に向け、お腹の子のために落ち着きなさいと言ったことで、彼女の妊娠が明らかとなった。夜明け前に、ベリー校は亡くなった。 ベリー公の非公認の妻、エイミー・ブラウンが出産した二人の娘は、ルイ18世によりそれぞれ、ビエルゾン伯爵夫人、ディスダン伯爵夫人とされ、年金を受け取れるようになった。マリー・カロリーヌは7ヶ月後の1820年9月29日に、男児を出産した。ブルボン朝初代のフランス王アンリー4世と母方の、祖祖父フェルディナンド1世にちなみ、最後に、 神から与えられたの意味をつけ、アンディ・フェルディナン・リュードネと名付けられ、奇跡のこともてはやされた。すでにルイーズをすでに授かっていたが、フランスはサリカ法により女子相続を認めないため、マリー・カロリーヌの息子アンディは、王位継承権にいいとなった。1830年、7月革命により、ブルボン王家はフランスから追われた。マリー・カロリーヌは、国王一族と共に、イギリスに亡命したが、 国王一家が1831年にオーストリア皇帝フランツ一世が用意したプラハのフランシン宮殿へ向かうことを決めた際、マリー・カロリーヌは同行せず単身ジェノバを経由し、ローマに向かった。ローマ教皇フレゴリウス16世はフランス王ルイ・フィリップにマリー・カロリーヌをかくまう意図はないと誓った。マリー・カロリーヌはローマから実家のナポリ宮廷へ連絡をしたが、 家族すら彼女を疎み、イボテである両シチリア国王フェルディナンド二世は困惑した。マリー・カロリーヌはフランス王よ正当な王であるべき息子アンリに継がせるべくオルレアン家出身の王ル・イ・フィリップを王座から引きずり落とすことを画策した。1832年4月、彼女は農夫に変装し、ナポリからマルセイユに向かった。フランスに上陸するとマリー・カロリーヌは フランスの摂政だと宣言した。シャルル十世は亡命先から彼女がフランスの摂政ではないという声明を出した。フランス西部バンデ県へ潜入した後、マリー・カロリーヌはブルボン家支持者アルマサンコーラと共に反乱を起こした。しかし、この反乱自体は稚拙なもので鎮圧されてマリー・カロリーヌは逮捕された。バンデに行く前にマリー・カロリーヌは 様々なヨーロッパ君主に自分の反乱への支持を懇願していた。オランダ国王ウィレム一世だけはアンリが即位した場合、ベルギー王フランスに割上すると約束したが、他の君主たちは支援を断った。獄中で裁判を待つ身であったマリー・カロリーヌはとんでもない事実を明らかにした。フランス潜入前に滞在していたイタリアで教皇の承認を得て、 1831年12月14日に、イエズス会の司祭ロザベン神父の下で、エット・オーレル刑事パンィ伯爵との結婚式を行ったと主張し、伯爵との子を妊娠しているというのである。実際には、マリー・カロリーヌが身ごもっていた子供は、ルッケーシパンィ伯爵の子ではなく、バンで潜入中に、青年弁護士ギブールと恋仲になった末にできたこと、言われている。 ルケージ・パン・リハクは、主君である両チリア王の姉、マリー・カロリーヌのため、すべてを承知で結婚したのだった。この一件で、奇跡の子の聖母マリー・カロリーヌの威信は地に落ちた。亡命中のシャルル10世は、義理の娘の不定に怒り、彼女は、ブルボン家から縁を切られた。マリー・カロリーヌは、1833年5月10日に、ブライユの獄中で、 娘アンナマリア・ロザリア・ル・ケージ・パッリーを出産した。1ヶ月後に、母子は釈放され、夫がいるシチリアに向かったが、釈放から2ヶ月後に、アンナマリア・ロザリアは死亡した。その後、マリー・カロリーヌは、ルッケーシ・パッリー・ハクトの間に4人の子を設けた。思いがけない形で母を失ったルイーズとアンリは、おば、マリー・テレーズに養育された。ルイーズは1845年に、 亡命先のゴリツヤのグラフファンベルク城からパルマ公カルロ3世に嫁いだ。長い間マリー・カロリーヌはブルボン家とは和解できない状態が続いたが、マリー・テレーズの取り計らいにより、シャルル10世及び義兄、アングレム公の死後に、ルイーズとアンリと和解した。1870年にグラーツで亡くなった。ありがとうございます。